イザなぎの神社境内本堂細部本堂、平面図長久寺は奈良県生駒市にある神言、立秋の寺院。三号は弓山。本尊は十一面観音。海山は行基と伝える。国宝の本堂は鎌倉時代の密教仏道の代表作として知られる。長久寺の創建についてはいくつかの説があり、定説を見ない。長久寺演技によると仁気五年。 鳥見教の豪族である、小野真由美長久が、聖武天皇に随行して、狩りに出た。同行していた長久の息子、長麻呂が不思議な鳥が飛び立つのを見て、矢を放ったところ矢は誤って長久に当たってしまい、長久は亡くなってしまった。不運な長久不死を荒れんだ。聖武天皇は、そう、行基に命じて一時を混流させた。行基は十一面間音像を安置して、 これを本尊としたという。十一面観音像の頭頂には仏面が載っているが、これは、聖武天皇の弓を刻んだものだという。なお、鳥見は、長久寺の位置する生駒マ3等6を指す古い地名で、神武天皇統制神話にも登場する。現在の奈良市西部から生駒市にあたる。その後、寒武天皇の時代に、藤原義継が再興したという。しかし、 関武天皇の即位は義継没後の天皇元年で、あるので、時代的に合わない。別の伝承では、平安時代初期に藤原おつぐによって創建されたとも言う。空海は当時を訪れた際に、全女竜王を監督したという。平安時代後期には、堀川天皇がガランを修復して、大繁荷京六百官を侵入している。以後、中世までの遠隔はあまりはっきりしていないが、 現在の本堂は、胸明から公安2年の混流であることが明らかで、新言、立宗の祖、英尊によって再興されたものである。室町時代の応仁の乱の際には、西軍の山名総運法の落ちうどが乱入して、長宝を破壊し、戦国時代には、織田信長によって治療が没収されている。政治には、達中が二重院あったとされるが、 明治時代の廃仏希釈の影響により、現在は四棒が残るのみである。長久寺の境内東側にある、イザナぎの神社は、明治の神仏分離以前は、五図天皇社と呼ばれ、寺殿では、聖武天皇が長久寺の鎮守者として建てさせたものという。長久寺の参道入り口に鳥居が立つことからも伺えるように、近世以前は、神仏混工での信仰が行われていた。 明治時代の神仏分離によって、長久寺から独立している。境内奥に、国宝の本堂が立ち右側には、イザなぎの神社、薬師院、左側には、遠征院、ホッケ院、南には、彭古院地蔵堂がある。長久寺元寺には、住職がなく、薬師院、遠征院、ホッケ院の三つの立中があり番制で本堂を、護持している。 この三つの卓中は宿坊を営業し、精進料理を提供している。ありがとうございます。